おはようゴンザレス、パラレルです。さあ今日は BBM タイムトラベル1989を、6パック買ってきましたので開けたいと思います。では1パック目、直筆サインは花さんに桑田さん、そして吉井雅人なんかも入ってますね。どうなるでしょうか、サインは出るんでしょうか。はい、まず愛子さんですね、これは。はい、このロッテオリオンズってかっこいいですね、この文字が。紙質も第1弾と同じ紙質になってますね。これ触ってみないとわかんないです。で、羽生さんのカードが出ましたね。はい、一応あのねじめ正一さんも書いてますし、あとマリックさんね、マリックさんも書いてますね、直筆。はい、お、なんかインサート出ましたね、藤田監督の勝利記章の。はい、かっこいいですね、銀文字で。はい、で2パック目、お、なんか直筆っぽいのが出ましたよ。あー、牧原さんですね。あー、これはいいじゃないですか、90枚限定。おお、当たりですね、牧原さんでした。はいはい、じゃあ2パック目を終わって3パック目いきます。はい、つむさん、あんまり知らないですね。はい、あ、和田監督ですかね、若いですね。はい、三上、あ、中村ね、吉村さんが復帰ですね。はい、4パック目、5パック目、4パック目ですね。おお、また横だ。巨人が3連敗から4連勝で日本一、駒田さんね、すごいっすね。大島さんだ。お、ヤクルトは川崎が出てますね。あ、パリッシュ。お、これ嬉しいな。これ嬉しいな。ひいきチームが当たりましたよ。これは嬉しいな。5パック目。お、あ、これは石仏求人のサブセットですね。松沼、正幸さんですかね。はい。あ、マリックさん出ましたよ。はいはい、世相ですね、1989年の世相です。はい、オリックスの酒井勤さんですね、ブレーブス。ラストパックになります。はい、あ、渡辺監督ですね、池山さんですね、かっこいいっすね、このスワローズの文字が。あ、ルーキーマーク入ってますね、誰だろう。あ、大砲か、大砲さん亡くなっちゃったんですよね。はい、ルーキーだったんですね。野村健次郎さんもルーキーだったんですね、この年。はい、で最後は駒田さんの巨人時代の写真ですね。はい、以上でした。ありがとうございました。